こんにちは。今日は天気のお話しましょう。今いい天気だったんですけど、今日はすごい33度ぐらいまで上がったんですが、夕方黒い雲が出てきて雷が始まりました。雨も一瞬ねザーッと降って、この雨は昼の時代では右辺さん、お金を降らすものというかね、豊かさ、恵みを降らす雨となります。で、自分が出かけるとね雨降るわとか、自分が何か大事な時は雨降るわとか、こういう人は直近で何かお金が降ってくる時です。これね、給料が降りる前に雨降るとか、ボーナス降るとき、もらう時に雨降るとかいうケースもあるんですが、できたらね、別の不労所得で入ってくるお金にしたいですよね。じゃあどうやったら不労所得になるのっていうと、これはこれからまだまだこう伸びていく分野なんで、今現在はどちらかというと給料だったりボーナスだったり報酬だったり入ってくるぞっていうのがなんとなく見えたもの、これが降りる直前に雨が降るということが起きています。実際に雨が降った時、なんか出かけると雨が降るよね、帰ってくる時に雨降るよねっていう時に、カレンダーにチェックつけておくといいですね。で、お金が入った時に丸をつける。そうするとあなたの金運と右辺さんの下ろす金運、右辺さんっていうのは見えない存在で、自然界のエネルギーです。これが降りてくる時と両方、予測がつくようになります。あ、この雨は右辺さんかなとかね。で、体に冷たい、浴びると体が冷え切るような雨は右辺さんではありません。温かい雨、包み込むような雨が右辺さんです。これは私の体験から、こちらの方を見ると分かりますよね。向こうの遠くの方は空が青くて、夕日まで、でも手前は雷になってます、光ってますよね。雷になって空が黒くて、もうちょっと上行くと黒い雲がいます。これらが雨を降らしています。今の時期必要な人の、頭の上に雲がやってきて雨が降るという不可思議な現象が起きますので、こういった現象を体験できると思います。で、見えない世界の不思議な現象っていうのをね、ちゃんと理解していくと、あ、今自分は恵みがやってくる時だな、そうじゃない時なんだなっていうね、違いが分かるようになるんですよ。それで恵みが降る前ってお金出ます、正直言って。というのも、今まで持っていたお金が出てから新しいお金が入るからなんですよ。溜め込むということは絶対にしてはいけません。例えば、うちなんか引っ越そうかなと思ってるのでね、引っ越しの予算っていうのは取ってありますが、それ以外は日々使っていくお金です。先日水道結局壊れて25万ほど出ました。うわーって一瞬思ったけど、また何かで入ってくるんだろうと思って楽観視しています。だから、あ、今月きついな、なんでこんな出るのかなと思った後、お金が入ってくるんじゃないかなって予想を立ててください。または、あ、自分は使わなきゃいけないお金を貯めたなって思ってください。やっぱりね、今こうお話ししてて、ダメなことって言うと、車がバーバー通ったり電車がバーバー言ったりしてうるさくなりますね。雷ではない音が、人工的な音が入ります。今これね、雷ですね。はい、雷鳴ってます。だから耳を澄ますと、あなたの必要な情報っていうのはちゃんと降りてくるんですよ。こんな動画撮らなくても、どこかでね、ブツ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 こう自分のことを言ってると、突然わーっとこう車が通ってね、うるさくなった時は、考え方がちょっと負の思考でもいいですよ。負の思考で考え方がいい時は静かになる。はい、これ静かになりましたよね。不思議ですね。これだけ自然の力というのは強く働いています。耳を澄ましてください。皆さんの心が感じ取れれば、あなたももっと楽になっていきます。
今日は雷様の力を借りながら自然界の力、周りに起こることがあなたに訴えていること、合わせてお話ししました。またねー。